皆さんこんにちは、私は元衆議院議員の柴橋正直と申します。私の父はプロテスタント教会の牧師をしてまして、まあ、私も生まれた時から本当にそういうクリスチャンの環境で育ちました。で、25歳の時に衆議院議員を目指して国政の道に進みました。で、まあ、その後2009年に衆議院議員になりまして、まあ、今は2012年の選挙で落選をしましたので、まあ、地域での活動をしています。まあ、特に今発達障害の子どもたちが大変増えているんですけども、そうした子どもたちの学習支援の活動をしたいですとか、まあ、人口が減るということで地域での地方創生のさまざまなアイデアについて研究活動をしています。今日はですね、皆さんに、まあ、私がなぜ政治を志したのかということについてお話をさせていただきます。私今実は36なんですけれども、自己紹介で皆さんに触れさせていただきましたように、25歳の時に、まあ、政治の道に踏み出していきました。で、まあ、多くの方はですね、まあ、親が政治家だったからとか、まあ、政治家の秘書をしていたからとか、まあ、そうい う, こう何か政治の世界に深い縁があって、政治家という道をこう目指していくと、まあ、そういうイメージ非常に強いと思うんですけども、まあ、私の場合ですね、これからちょっと生い立ちもお話をしますが、まあ、クリスチャンの家庭で生まれ育って牧師の息子として、まあ成長していったと。で、そういうクリスチャンの中から政治の道を志していったというですね、非常にまあ珍しいパターンなんです。私が生まれたところをちょっとご紹介しますと、こちらの写真を見てください。これは福音の家というですね、京都の新京極にありますキリスト教書店です。で、まあ、私が生まれた時は父はこの福音の家の、まあ、雇われの店長をしてまして、この写真はもう建て替えられてなかなか立派な本屋さんになってますけども、私が生まれた時は木造2階建ての、1階がキリスト教書店で、まあ、2階に店長の家族であるも私の家族がですね、住み込んでいると、そんな実は家庭でした。で、まあ、私の父ですね、非常にまあ熱心でありまして、まあ、その後牧師を、志して、この基礎書店の店長を辞めて進学校に行くんですけども、まあ、私が大体物心をついた頃、家庭の中でですね、まあ、一番習慣になっていたことっていうのは、毎週暗唱聖句を家族全員揃って、私妹3人で両親の6人家族なんですが、この6人が全員ですね、揃って、家族で暗唱聖句をやるっていうのが我が家の伝統でありまして、まあ、今から思うとですね、その時にまあ多くの聖書の言葉を、まあ、幼いながら私の中の糧になっていって、まあ、それがこう今政治の現場でいろんなこう仕事をする時に、大いに生かされているんです。で、まあ、この暗唱聖句というのは私高校生までやりましたけど、妹一番下は 6歳離れてますんで、まあ、6歳 の, 妹がまだ小学生ぐらいの時からやってましたし、だんだん年を重ねていく母親もですね、やってましたんで、まあ年齢構わずですね、とにかく我が柴橋家ではその聖書の言葉を覚えると。で、まあ、1年間経ちますと、まあ、50個以上の聖書を聖句をですね、父の前で暗唱できないと1年が終わらないってですね、そして年明けにお年玉がもらえないと、まあ、こういう仕組みになっておりまして、まあ、とにかくですね、私は本当に小さい頃から、まあ、教会の中で育ちましたし、
常にこう周りには聖書言葉を聞いて、そしてまあ神様というのはこう当たり前に存在しておられるよっていうですね、そんな環境で実は私は育ったんです。ただですね、そうやってまあ環境は日曜学校があったり常に聖書のことを聞いたり礼拝にも出席したりしてますけれども、その私自身とこの神様との関係っていうのは、まあ、これまた別の話ですよね。当たり前にこう通っててそれが普通だと思ってますけども、実は本当の意味で私は神様と出会った時っていうこの明確な瞬間がですね、実は私の中には ありました。この言葉ですね、ぜひ皆さん見ていただきたいんですが、私が神様との初めて出会ったのはですね、私があなたを大阪に連れていくと神様が語ってくださった時なんです。で、私今も岐阜におりますけれども、当時ですね、父はこの岐阜の地で牧会をやってまして、家族で岐阜に、ずっと住んでました。で、私は大学受験でですね、大阪大学を受験をしまして、まあ、なんとですね、見事に前期試験で不合格になって落ちてしまったと。で、まあ、私はちょっと自信があったもんですから、なんで落ちたんだろうかということでですね、実は大学まで合格通知を見に行って自分の番号がないということをですね、目の当たりにしてですね、まあ、激しく落ち込みまして、布団の中にですね何日間か潜り込んでおりました。で、まあ後期試験も大阪大学を試験、ね、受けますよということで出してましたんで、まあ、後期のチャンスはあるけれども、まあ、でも後期は倍率も高いし、まあ、これは浪人だなということで、まあ、塞ぎ込んでいたんですが、なんとその時にこの布団の中で塞ぎ込んで 寝ている私にですね、神様が私があなたを大阪へ連れていくよというふうに語ってくださったんです。で、まあ、あまりのことにですね、私はびっくりしまして、まあ、一体何のことだろうかとこういうふうに思ったんですが、妙にそこから力が湧いてきて、そして まあ、あと確か1日だけ残したなと思います。近所の図書館に行ってですね、おもむろにちょっとまあ最後の勉強をして、そして、試験に行ったらですね、なんと私の最も得意なテーマが試験の出題で、私はまあさらさらと解いてですね、もう問題を見た瞬間に、あ、神様ってすごいなと、ああこれは神様本当大阪に連れてってくださるなと思いまして、まあ、見事にですね後期試験でまあ合格をして、まあ、大阪大学に行ったということなんです。で、この神様とのこう出会いとか、あ、神様が直接語ってくださったことっていうのが、実はこの聖書の世界ではそういうことがたくさん出てきます。で、自分も幼い頃から見てきましたけども、それがまさかこう自分の身の上に起きるっていうですね、この証の経験、これがですね、その後の私の歩みをですね、本当に決定づけていくんです。で、この経験があった後、まあ、大学に行ってですね、まあ、多くの皆さんと同じように、まあ、大学生としての生活を4年間送りました。アルバイトをしたり、まあ、研究室のいろんな行事に、ね、参加したり、勉強したりですね、旅行に行ったりと、まあ、そういう生活を送りました。で、まあ、いよいよ大学を卒業してという時にですね、私まあ、ちょっと卒業旅行にヨーロッパに行ったんですね。で、そしたらですね、これ次見ていただきたいんですけども、その神様が私があなたを大阪に連れて行くよと語ってくださったのとこう同じ感じでですね、卒業旅行でちょっとあるホテルでこうベッドのところでぼやっとしてたんですね。別に祈ってたわけでもないし賛美してたわけでもないし、なんかぼやっとしていたら神様が、まあ、この国を愛し、この国のために働くことは幸いである、で、この地はあなたにそれを求めたっていうこのフレーズをですね、私の中にドーンと与えてくださったんです。で、まあ、私は日本史学研究室にいましたんで、まあ、歴史は好きで、まあ、日本のことも好きでですね、まあ、日本の国を愛するっていうことは もちろん元からあるわけですけれども、まあ、そのことをですね、神様がそれは幸いなんだというふうにまあ教えてくださって、しかもそのことっていうのはやっぱ求められてるんだよと、だから日本のために何か 国や社会のために役に立ちたいなと思ってましたけども、そのことっていうのは
いいことなんだと、だこの日本のや社会のために働きなさいというふうに神様が語ってくださったと、こういうですね語りかけを、卒業旅行の時に急にいただきました。でこの語りかけはもしこれが一番最初なら、なんか自分の思い込みかなとかですね、自分の中で思いついたことかなとなったかもしれないんですが、私の大学入試の失敗とその後神様が語ってくださって大阪に連れていただいていただいたという経験があったので、実はこのことっていうのはずっと私の心の中にですね、その後卒業して社会人になっても心の中にですねずっとあったんですね。で私はその後、銀行に就職をしました。で中小企業のお役に立ちたいなと思ってですね、一生懸命こう働いてたんですが、どうも入ったらですねこう感覚が違うんですね。非常に金融業界厳しい時代でしたんで、これ本当にお客様のためになってるのかなとか、今自分がやってることっていうのは本当に世の中に役に立ってることなのかなっていうふうに自問自答することがありましたし、何よりもですねこの国を愛しこの国のために働くことは幸いであるという神様の語りかけをいただいていたので、この銀行で仕事をしながらいろんな葛藤がありながら、この神様にあの時神様が語ってくださったことって一体どういうことですかと、今のその自分が働いている状態がとてもそういうふうには思えないということですね、神様にどんどんこう突き上げをしたといいますか、直接祈りに祈ったんです。でそうしたらですね3度目の語りかけがありまして、私が新幹線に乗ってですね少しこう東京方面に向かっている時にですね、断食に行きなさいってまた同じ形で神様スコーンと語ってくださったんですね。で周りにほとんど乗客いませんでした。確か小玉号かなんかに乗ったんだと思うんですけど、で思わず涙がドワーッと出てきて、これは一体どういうことなのかと、断食に行けっていうふうに言われるけれども、自分はサラリーマンとして、銀行って大きな組織に勤めてますんで、急に私断食に行きますって言って会社が休ませてくれるはずがないわけでして、でですねこれどういうことかなと思ったんですが、神様にですねこう2度の経験がある上で分かりましたと、私断食行きますってですね神様に答えていったんですね。で新幹線降りまして、父に電話してですね、ちょっと父牧師ですから、ちょっと断食に行きたいんだけどどっかいいとこ紹介してくれないかなということで、実は父に電話しました。その後ですね行った先というのは韓国のお三里の祈祷院を父は紹介してくれまして、父も行ったことがあるということで、私はそこに、なんと銀行に退職辞書を出してですね断食に行きました。で、その当時その金融のいろんなこう問題なんかで国とか政治に対するいろんな意識っていうのがありましたんで、思い切ってですね上司には断食に行きますからとはやっぱさすが言えなくて、この日本の国を良くしたいと、金融でいろいろ学ばせていただいて国の政治に疑問もあるので自分は政治の道に進みたいと、そういうふうに言って辞表を出して、で銀行を辞めて、地元の岐阜に帰ってですね、でまず行ったのがそのお三人の祈祷院と、でそこで4日間の断食をしまして、神様にとことん祈ってですね、主よこの政治の道に進むことがあなたの心でしょうかということで尋ね求めていきました。それでこの写真なんですけども、25歳でですね政治の道に進みまして、この写真は初めてちょうど26歳の時に2005年 の、 郵政民営化の選挙の時、私の最初の衆議院選挙でして、その時の、選挙って初日は出陣式ってのをやるんですが、その時 の、 写真です。大変若いと思います当時全国最年少候補でした非常に岐阜1区という選挙区ですので、全国的にもですね大変女性の戦いということで有名な選挙区で、いろんなテレビ局もですね取材に来て、全国で一番有名な選挙区だったんじゃないかなと思います。なんでそんなところにと思いますし、もちろんそんな選挙区ですから無名の私がですね勝てるはずもないわけでして、ボロ負けをしました。で神様にこうずっと従って
神様が節目節目で語ってこられて、まあ、私はその道へ行ったんですけれども、この選挙でやっぱ負けた、26の時の初めての選挙で負けた、で神様にやれと言われて私はこう進んできましたと。で選挙は結果ボロ負けでしたと。で、まあ、その後こうどういうふうにこう進んでいったらいいのかなというふうにですね、やっぱりこう岐路に立たされます。で前の方ですね、私は一番最初38,349票でしたので、38,349票ってことは当選した方は9万票以上取ってます。倍以上ですね。ですからとてもじゃないけど勝てないよと。だから柴田さんもやめた方がいいんじゃないの。まあ当然銀行には戻れないんですけど、前の方はそういうことは分かりませんから、まあ、もう一回銀行マンに戻った方がいいんじゃないのっていうようなですね、まあ、ことを私は実は言われました。で、まあ、衆議院選挙って4年間のどこかで、まあ解散があれば早いんですけども、まあ、なければまるっと4年間ですね、まあ、次の選挙までもし待つとすれば最大待たなければいけないという中で、最初4年のうちの1年目ですね、あいつまでやってんのかな、いつ辞めるのかなと周りはずっと思ってましたし、まあ、2年目活動を続けて、まあ、あいつなんか懲りずにやってるけどどうせ勝てないし辞めた方がいいんじゃないのかなっていう雰囲気でしたし、3年目ですね、いい加減あいつ分かんないのかなと、まあ、こういう雰囲気ですよ。で26、27、28ってこう来てですね、でただ29、選挙の時は2009年、私30歳になった時だったんですけども、だんだんやってるうちにですね、周りの雰囲気がこうちょっと変わってくると言いますか、だんだん知名度も上がってきて、まあ、当時は政権交代という時代でしたんで、急にザーッとこう追い風が吹いてきてですね、そしてまあ結果として2009年の衆議院選挙では私は選挙に勝つことがですねできたんですね。で、まあ、ここからはですね、まあ、私なりに今はちょっと生い立ちと証しをお話をしてきましたけれども、まあ、神様とですねこういろんなことをこう政治の道に進むにあたって、常にこう、まあ、語り合います。祈ってですね、神様あの時あなたこうおっしゃいましたねというようなことも含めて、私はね常にこう神様にこうぶつけていきます。で神様とのこの一対一の関係っていうことをやっぱりこう大事にしてまして、まあ私今年に入ってですね、確か2月だったですかね、岐阜のある教会に行きました。でまあ私8歳の時に父が教会の初めてまあ牧師になって赴任をした先が岐阜県だったんです。で関西から岐阜に来てですね、そしてまあ岐阜が地元になったんですけれども、こう振り返るとこうなんで岐阜に来たのかなというふうに私なりにこう考える機会がたくさんあります。そして政治もこの岐阜の地でっていうのは何でだろうかと、神様にですね実はねちょっと何とか問うたんですね。そうしましたらその2月岐阜のある教会に、まあ、礼拝に家族で出席して時に神様はねこういうふうに語ってくださったんです。多くの血が流されたと、だから私はこの地にあなたを建てたと、私は忘れていないと。でこれどういう意味かと言いますと、実は岐阜県昔は美濃の国って言います。でお隣は愛知県は尾張の国ですね。でこの美濃と尾張というのは今から400年前にですね、キリシタンの大弾圧があった地域です。まあ、徳川の時代になってですね、多くの当時キリシタンといわれたクリスチャンの方々が、まあ、殉教していきました。で最近非常にそういうことに対して思いをこういたすというか、クリスチャンとしてこう歴史を見たときに、例えば明治になってからの多くの宣教師たちが来てくれた、あるいは戦後ですね、多くのまた宣教師を出して日本にリバイバルが起きた、でこういう歴史は見るけれども、その戦国時代のキリシタンがですね当時60万人くらいまで広がったっていうんですよね。でその時っていうのはあんまり私たちクリスチャンとして思いをいたしてなかったんじゃないかな、そんなことも実は示されてまして、で自分の地元の岐阜県美濃の国ってどうだったのかなっていうことを感じられる機会があって、で神様はそうやってこう語ってくださって、あ、だから私はこの岐
岐阜の地でこうして神様に建てられてるんだなと、まあ、いうことがですね、まあ、自分の中でこうしっかりとこう掴むことができたという経験をねさせていただいたんです。で今日はあの皆さんにですねこう私としてのこのクリスチャンとしてのね人生観、これはあのこの2つの御言葉は私にとって今実はねこう大きな柱になってます。で一つはあのフィリピ2章13節ですね。でこれを見ていただくと、この神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのですという有名な御言葉です。でこれ私たちっていうのは例えば政治家として今私は生きてますけれども、私が政治家になりたいとかですね、あるいはまあ例えばお医者さんがいたら私はお医者さんになりたいとかですね、あるいは経営者がいたら私はビジネスの世界で経営者としてやりたいとかですね、この私がやりたいからそうなりますとは神様おっしゃってないんですよね。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのですから、この私が政治の世界にこう入っていって、まあ、いろんなこうきっかけがあってですけれども、神様がそうやって語ってくださって、この私の中に神様が政治の道であなたはやりなさいという志を立ててくださってことを行わせてくださっていると、これは一つの柱ですね。でそれからあのもう一つの言葉、これエレミア書の1章5節一番最初のところですけれども、私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていたというふうに書かれているんです。でこれもエレミアさんが私は預言者になりたいですと願い行動したわけではなくて、体内に形作る前から神様はエレミアさんを知ってるよと、でエレミアさんがお母さんの腹から出る前から神様はエレミアさんを性別し、エレミアさんを国への預言者と定めていたと。だからこの、まあ、私たち被造物創造主なる神様という関係の中で、このクリスチャンとしての人生観、私たちはなぜ生きているのかとか、どう社会の中でこう生きていく必要があるのかとかですね、ということを考えたときに、実は神様があらかじめですね、あなたのことを知っているよ、だからそうやって想像するよ、であなたの、まあ、ミッションを与えているよっていうことをこのエレミア書で語ってくださっています。ですからあの私はよくいろんな方にですね、なぜ政治を志したのかって聞かれるので、今日はこういうテーマを話しました。生い立ちがあり、そして神様からの語りかけがあり、銀行時代の社会人としての経験があり、でまた政治の世界に行ってということですけれども、この基本というのは私が政治家になりたいんだと、そういうことをですね勝手に発想して、なんかその政治家ってかっこいいなとかって憧れてなったわけではなく、私が生まれる前から神様はあなたは政治家として日本の国のために、日本の国を愛して日本の国のために働きなさいというふうに、あ、定めてくださってるんだなと。でそのことを志として神様からしっかりとこういただいてるので、まあ、実は2000私がですね、9年が最初衆議院選挙で当選して、2012年にあの落選をしましたけれども、それでもあの私がじゃあもう政治辞めたと言ってですね、あのまあなんか違う仕事をしてるとかっていうことにはならないわけです。要は私たちっていうのは神様からそう生まれる前に志をこう立てていただいて使命をいただいているので、まあその通り私はまあ 100% の神様に対する信仰っていうことを常に言ってますけれども、この神様に作られたものとして神様があらかじめインプットしてくださった、定めてくださったその生き方っていうことに 100% 従ってこう忠実に歩んでいくっていうのが被造物たるもののですね、まあ務めというふうに私は思ってまして、ですからあの実はこの政治の世界に入ってこれで12年なんですけども、
実は選挙4回やりまして、1勝3敗なんです。衆議院で落選した後、地元の市長選挙にも出まして、非常にこう僅差でですね、落選をしてしまったんですけども、別にそれでも、じゃあやっぱり、政治ダメだと、やめたということにはならなくて、私がこう、やめたっていうのはですね、神様から、あなたはもう十分やりましたと、ここでミッション終わりですからやめなさいと、こういうふうに言われたらですね、私はやめますって言うかもしれませんが、神様からやり続けろというふうにですね言われているうちは、この政治という世界でどんどんずっとねやっていかなきゃいけないなというふうに思ってます。よくヨシュアのですね、ヨシュア記の聖書の言葉ありますけれども、王子会とかね、私があなたを立てますよっていうこういう言葉がありますけれども、ちょうど20代の時にですね、一番最初落選して、2回目の選挙の前の間、誰もそのあいつどうせまた勝、ね、出たって勝てないしなっていう時代にですね、神様がヨシュアをですね例にすごくたくさん語ってくださったんですね。でそういう時っていうのも、このなんか常になんか神様がこう私にこう語ってくださる。で、だから私はやり続けなきゃいけないんだな。だから 100% の信仰っていうのは、そこになんていうか疑いの余地も入らないっていうのか、いやこれやっててどうなんのかなとか、やってても勝てないし意味ないんじゃないかなとかっていう、その疑いの余地が全然なんか入らないっていうですね。でこれは自分が なんでなんだろうかっていうふうによく、ね、考えたことがあるんですけども、そのなんでだろうなと思った時にですね、一番最初生い立ちの時に、その福井の家っていうキリスト教書店で私は育って、周りがその、ね、キリスト教関係の本ばっかりの中で育って、で生まれた時から現実式っていう教会、ね、両親に連れられて行って、日曜学校行って、で日曜日礼拝出て、で大きくなってからも神様とのそういういろんな関係があって、神様がいらっしゃるっていうことが、空気がいろんなこう周りにあるのと同じだよっていう感覚ですよというふうに思ってますけども、そういうこの神様はいるんだろうかいないんだろうかとか、そういうことをこう疑問を持つっていうことが全然なくてですね、神様っていうのは当たり前のようにいらっしゃると。で私の中でこう非常にこう純粋に聖書の言葉っていうのはスーッとこう入ってくるし、それは幼い頃から暗唱聖句ということで、家庭でですねどん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 こう御言葉を自分の中にこう植え付けていただいた、本当に生きる糧をもらったおかげで、こう必要な時にいろんな機会にですね御言葉がこうポンポンポンとこう出てくるし、この直接神様が語ってくださることもあれば、聖書のそういう御言葉を通じて励ましてくださることもあるし、でそのことに対していつもなんかこうねこうやって開かれてるんです。だから神様がバンと語ってくださった時に、あこれ神様だな、でまたそのことで神様にこう祈ることができるし、あこの聖書の言葉をこうやって教えてくれてるな、でまたそれで神様に聖書の言葉を通じて、祈ることができるし、でまた霊も燃やされて、いろんな困難は聖書の世界に行くとあるんですけど、一歩一歩ですね前に進ませていてるのかなというふうに思います。皆さんがこの 100% のこう信仰っていうのをですねこう聞かれた時に、さっき私は疑いの余地もないっていうですねことをお話をしましたけれども、私にとって実はビフォーアフターがね ないんです、これは人生観にすごく色濃く出てると思うんですけど、もう生まれながらにそういう環境だったってこともあってですね、その神様を知らない時代を生きてなくって、だからそのビフォーがなくて、この時に私は救われたっていう感覚もなくて、なんかこうずっともうすでになんか必ず、ね、イエスを神の、ね、救い主として受け入れなければ救いじゃないですけども、でもなんかそれはもう当たり前として自分の中にこう入ってるので、なんか生まれた時からずっともうなんか救われた状態っていうのが続いてて、なんかビフォーアフターなんてアフターしかないみたいなですね、そういう自分の中で感覚があって、だからもう
本当に神様っていう存在が身近、あの自分のその牧師である父に話すのと同じようなあの感覚を持ってるし、イエス様も本当にそういう感覚を持ってるしっていうのがですね、実は私 あのクリスチャンとしてのあの人生観です。で、まあこれがこう土台にあの私の中にはあのありますので、まあ、今政治というところでその志をいただいてあの歩んでますけども、またこれからもですね、神様がやり続けると言われてますので、その道でですね、志を持ってあのやっていきたいなとあの思います。あの今日はちょっと私の政治を志したあのいろんないきさつから私のまあ信仰の部分まであの皆さんに聞いていただきまして、どうもありがとうございました。あのではご質問ございますか。あ、どうぞ。柴橋さんの生い立ちの話を聞かせていただいて、あのご家族のことをもう少しあの聞いてみたいなと思って、あの例えばあのご両親やご兄弟が今どうされてるかとか、あの、まあ、もしあの結婚されてあのいるなら、あの奥様とかお子さんのこととかもしよければあの聞いてみたいと思ったんですけれども、はい、ありがとうございます。まずあの私、まあ、両親と妹3人で6人 の家族で育ちまして、あの私の両親はですね、もともとクリスチャンだったわけじゃなくて、まあ、お互いに確か20代の時だと思いますけど、まあ、それぞれにイエス様を救い主として受け入れて、そしてあの私の父がもう生い立ちのところであの福音の家の店長をやってるという話しましたけども、まあ、その母がですね、そこにあの、まあ、当時クリスチャンになってたんで本を買いにですねあの来てたと。でお互いに面識はあったと。で当時、まあ、それぞれいい年になってたんで、あの、まあ、フィンランドミッション の教会だったんですけど、宣教師先生がですね、あのここにあの柴橋兄弟と、あの、まあ、旧姓八坂って言うんですけど、八坂姉妹がね、それぞれ独身でいて、この二人いいじゃないかということで、まあ、ご紹介されてですね、まあ、お互いその本を買いに来てたのは知ってたんで、あの、まあ、じゃあ結婚しましょうということになったそうですから、まあ、本当にだから結婚も本当に神様の祝福の中であの結婚をしたということです。で私、まあ、牧師の息子でしたんで、まあ、よくですね、牧師の息子は牧師とすごいあの無言と実際の言葉もありましたけど、プレッシャーをですね昔から感じてたんですが、実はあの正直申し上げますと、もう10代の時から私は絶対に牧師にならないと決めてました。でもですね、それはあの神様が嫌だとかいうことじゃなくて、その神様の御用をさせていただくというのは、牧師の息子だから自動的に牧師ばかりじゃないよねと、また違う神様に対してこの仕えていく道ってあるんじゃないかってですねいう気持ちがあって、ですからあの今政治の道神様からに導かれてやってますけど、決してその牧師の息子として牧師でなからといって違う道に行ったと思ってないんです。あの分野は違いますけど、世のため人のために神様のご用をさせていただいてるなというふうに思ってます。で私の年子の妹、あのロイスっていうんですけど、ロイスおばあさんのロイスですね。でこの妹はですね、実は今イギリスに行ってまして、あの宣教師としてイギリスの、日本人 の伝道、イギリスにいる駐在とか形でいらっしゃる日本人の伝道のために働きをさせていただいています。で、まあ、下の2人妹はそれぞれ結婚して嫁いで行ったりとか、まだ独身で地域でやってますけども、まあ、本当にそういうですね、それぞれの道を神様は歩ませていただいているなと思います。で、まあ、せっかくですんで、私今妻と、子供2人いましてですね、息子と娘がいます。で、まあ、特に息子についてちょっとですね明かししたいんですが、息子はヨシアっていう名前です。で、まあ、これイスラエルの指導者のヨシアですから取りましたけども、ちょうどまだ私の、まあ、妻とですね子供生まれる前お腹の中にいて男の子か女の子かわからない時に、
愛知県の教会にですね、まあ、2人で行きまして、で、まあ、礼拝参加してました。そしたらですね、神様がね、男の子だって教えてくれたんです。で、妻がです、私は神様男の子だよって言ってるよと、ふうにですね、伝えまして、で、まあ、その後ですね、お医者さんに妻がなんか聞いたらですね、男の子だったっていうので、まあ、妻も大変びっくりしました。で、まあ、それだったら確率2分の1じゃないですか、ね、でもですね、単に男の子だよって教えてくださっただけじゃなくて、その神様はですね、私のこの生まれてくる子供に、この子に私の道を歩ませるよって語ってくださったんです。で、それがですね、ああ神様ってすごいなと思ってですね、で、我と我が家は主に仕えんというこの言葉をですね、私は神様にそう言われた時にお返しをしました。まあ、なのでヨシアという名前にして、漢字もですね、まあ、なかなかそのカタカナでヨシアってわけにいかないんで、与えるっていう字、組すっていう意味なんですけど、与党、与えるって与党野党って与党の与ですね、で、与でヨシアの氏はですね、主、神様の主ですね。で、矢は木村拓哉さんのこの矢ですけど、土書いてきてね。で、これで主に組するものと、いわゆる主の側に立つものっていうですね、意味を私は息子につけましたんで、まあ、本当にね、これから神様がどういうですね、道を用意してくださってか分かりませんけども、本当に主の御のためにですね、生かしていただく、そんな、まあ、家族でありたいなと思ってます。ありがとうございます。